はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけれども、いつもすぐ検証アップしたいんですが、まあ大晦日ということもあって、なかなかね、皆さんそれぞれ連盟のメンバーも都合があってというところなんですが、まあとりあえず動画を見ていただいた通りの結果になっております。はいはい、その後もやったんですけど、何も出なくて、まあしょうがないな、ちょっとやっぱ時間と日を置こうと思いました。はい、で、実際ランクマでこんな感じのデッキにお会い してるんですよ、今。ランクマどんくらい、まあナット翼引けないとどんくらいのデッキと戦うかみたいなので、ちょっと今回ってんですけど、まあまあ辛いと。で、これが前結構自分が言ってたデッキに近いような感じの併用デッキですね。はい、併用デッキなんですけども、5の9の、13の16の19の21の、26の30の 32.5 かな、多分 32.5 バフが乗ってるデッキですかね。はい、で、実際どんな感じの数値だったかというところなんですけども、こんな感じですね、翼くん。そしてですね、スタミナ満タンの時、オフェンス方面だから、オフェンス方面だよね。はい、オフェンス方面で、そしてで2万9000、3万、3万2000というので、そしてから、まあ、ロベルトくらいかな、そしてのパワーだとね、強いね。まあ、ラドゥーンがこれ読みがちで、まだね、このスタミナがあるうちは止めれるんですけど、読めればね。読めれば。これで逆に、スタミナが、ちょっと減った状態、3万4000くらいですかね。はい。自分はもう、ちょっと若林カチカチにして、もうちょっとブーストしたいんですけど、3万4000若林くらいで今、ランクマ回ってます。はい。先行ライジュシュート。まあ、止めれましたね、このくらいだと。で、逆に、先行ライジュシュート 32.5 で打ち返して入れたというところで、ね、これ初段かな。はい。で、ナッツレーザーですね。そして、ナッツレーザー3万3000の2万7000の2万7900の3万1000と。多分、ドリブルとシュート特化型なのかな。はい。強いですね、ナッツレーザーね。で、ナットレーザーの、これすごいです。エリア外からですよ。エリア外から3万5000。エリア外から3万5000って、おいおいみたいな、これ、多分ね、あれですね、ちょっとバフとか気抜いてると、もうここ、ナットレーザー全力全開中はエリア外からでも Z 使わないと抜かれますね、これ多分。Z っていうか、ワンチャン神技とかでも抜かれる可能性あるかもしれないなとちょっと思いました。はい。で、守備の方ですね。守備の方なんですけど、守備の方もやっぱパスカット異様に高くて、これね、前線から自動パスカットついてるの、スタミナも多いので、ガンガン、ね、守備、パスカット要因で、これ多分ナトリアザラファエル突すれば全然止まる数値ですよね。なので、まあ、ドリブルでなんとかかわしていくような感じになるのかな。はい、なってね、前線にいると厄介ですね、こうやって見ると。で、こちら自分の方のラファエルは28なので3万2000。まあこれはね、こんな感じなんですけど、相手の翼のステータスですね。翼のスタミナが半分になったくらいのステータス、タックル、パスカット、ブロックというので、おそらく突してないので、まあソステに近いのかな。非常に優秀なステですね、この辺。で、こちら。もう一回改めてナトレーザーの守備値というようなところになります。2万3000、3万、1万9000と。で、あ、すいません。シーズン結果で、ね、シーズン結果300位でした。で、そう、ここまで引いて、もう20分の1にならなかった。ガチャはね、20分の1にならなかったです。20分の1すらいかなかった。で、飛ばしていって、ここですね。この完全にスタミナなくなった時、もう50とかのミラクル、これね、入れられたんですけど、37213。やばいっすね。37213で入れられましたね、ミラクルが。入っちゃいましたね、これ。3万7000くらい。これね、全力とかじゃないですからね、普通に。まあ、なんか、金繰りついて抜かれたんですけど、ワンチャンでも止まるような気もするんだけどな、3万7000くらいだったら3万4000なんで。先行ライジュシュートとか打たれると止まんないかもしれない。あと、ガチ技なんだっけ、ツインシュートのやつ。あと、リバウル入れて盛られたりするとダメかもしれないですね。はい。こちら、こんな感じで、3万7370。カタルーネジェンセス、今度ね、打たれたパターン。これはね、初段止めたのかな。
止めた、まあ、止めました。でナットレーザーの全力全開のソスってやばいっすよね。3万8000ってもう4万いきますよこれ。ナットレーザーバフとか乗せるとね、ナットバフこねてロベカロとか、ね、ついてましたけど、ドリブル止まんないなこれ。もう3万7000とかだと井川とか、井川の弟とかこれちょっとちょんちょんなっちゃうな。これダンディでしか止まらないのかな。うん、あ、ソガとかだったら止まるんだろうか、どうなんだろう。今ちょっと新デッキで井川のお兄ちゃん真ん中すごい、ね、狙ってくるんだなと。で3万4000全力中で打ってきて止めたとナトレーザーカウンター止めましたけど、だからやっぱ属性のところでまだおそらくこのナトレーザーが日の目をめちゃめちゃ見出すのは1月末のフェスキーパーとか2月とか3月以降にこのナットレーザーめちゃめちゃ輝くかなと。ただ今もめっちゃ強いんで、自分はフィジカル方面に転向しちゃってもうちょっと固めないとやばいなと思って固めてるだけなんで、3万1000、3万2000くらいの若林だとバンバカ抜かれてっちゃうかもしれないですね。ちょっと要注意。はい、でまあこれ止めたというようなで、ドヤドヤしたよって。でソステのナットレーザーでも打たれてます。3万3000で、まあソステでも3万3900っていうね、普段からロベルトくらいのパワーがあって全力の時にブーストするっていう形なので、これはすごいなとちょっと思いました。はい、あと翼のゴールデンコンビはまあちょっと金クリだったんですけど、読み勝ったらまあ取れるよというような形ですかね。はい、まあ、ちょっと若干こんな感じで動画じゃないんですけど、はい、いろいろねランクマをやってみて、まあみんなもうやっぱり絆が30オーバーですね。はい、30オーバーの中、3万8000とかのが飛んでくるんだなっていう印象です。これどうやって止めようねこれね。だからこの辺のやっぱちょっとね環境ブーストすごいですねこれ環境ブースト。いやさっきねこの収録する前にデバフ25とかなんか30ぐらい食らって、もう若林が3万4000じゃないですか、2万9000になるくらいのデバフを食らった試合だから20デバフブロックも含めるんで25超えるようなデバフ食らってたんですけど、それよりもやっぱりもうここの力のご利用しされる方がやっぱ辛いわ。やっぱ三崎翼サンターナのこのなんだろう3人でゴリゴリ攻められてくると、もうスタミナ、若林のスタミナも持たないし、で翼のターゲットのやつなんで裏を取られちゃうんで、もう翼出てきた瞬間はラインもうクリス・ハースとかと一緒の戦い方にしなきゃダメかもしれないですね。ちょっとライン下げて密集させてみたいな、パスの出しどころで、まあ、ある程度どこずらしてもマッチングできるような形にしないと。3バックよりは4バックの方が、もう極論で5バック上手な人だったら5バックとかの方がやりやすい、いいかもしれないですね。でサイド釣り上げて飛んでいけるようなキャラクターやってる人とかはそっちの方がいいかもしれないなとちょっと思いました。はい、さあまだね時間あるんで、やっていきたいなと思うんですけど、まあ、新春一発目というところで、どんな感じかね、やってガチャもやってみようかなと思うんですけども、まあ、皆さん無理せずというところで、はい、またねピックアップ取れポロッと取れる時が来るんじゃないかなと。自分のどこだっけこれ、ほら見てください、去年あんだけ欲しかったヒューガ君がこんなに早いタイミング、早いっつってもこのヒューガ君出るまで100連くらいかかってたけど100連だっけ、動画見た人覚えてるから、このヒューガ君出るまで100連くらいかかったよねはい、というわけで、まあはい、まずまだね SSR 20分の1になってないのでまずそこからですね、今 SSR がいくつ19体だから今30分の1くらいかな、 SSR 30分の1くらいなんで、もうちょっとで収束するかなと思います。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。こんな感じの数値ですね、守備、攻め技、全力値といろんなところで、マッチングしたスクショを撮ってみました。はい、